さん、こんにちは。ちゃまこです。今日は業務スーパーで買ってきた中国産の冷凍うなぎを美味しく食べれるかどうか紹介したいと思います。見てねー。はい、これは業務スーパーで買ってきたうなぎ冷凍うなぎを自然解凍しました。今、はい、値段は880円かな、税抜き、うん、みんなね不安だよね、これ大丈夫、うん、このうなぎって思うでしょ、うん、原産国は中国です。これ調理していきましょう。はい、じゃあね、ほらこれ仕上がりで美味しそうなんだけどね。うん、仕上がりはね、うん、これ仕上がりね、うん、じゃあこれまずね、水洗いします。はい、じゃあどうしますか。まずは切りますか。開けますよ。はい、水浴び大事です。あー、そこでっかいね。触った感じどう？硬そう？柔らかい、うん、はい、じゃあ水浴びタイムですね、うん、じゃあお水お願いします。どう、触った感じは大丈夫そう？触った感じは、うん、ちょっと皮がやっぱり分厚そうかな。皮分厚い。いつもね、中国産とかのうなぎって皮が分厚いから、皮を食べないと美味しいっていうパターンが多いんだよね。はい、うん、結構しっかりめに洗いましたよ。水浴びタイム終了。水気を拭いていきます。でっかいからね、うん、ちょっと大変、うん、でっかいよこれね、うん、頭もついちゃってるし。頭いらねえんじゃねえ、その頭、頭はね、落としちゃう、切るときに、うん、頭、なんで頭つけてんの？これね、大きく見せるためじゃない。あ、加工を省くため。あ、そう、うん、じゃあこちら、綺麗に水拭きしたうなぎです。ハサミでね、チョキチョキ、うん、じゃあハサミチョキチョキチョキ、うん、ここいらない、いらない、これいらない、尻尾もいらない。お、そうそう、でもそれでもまあでっかいね、結構ね、うん、この皮熱いな、やっぱな、うん、だからまあどのみち一回火を通して、うん、取っちゃう、取っちゃう、うん、でね、中国産のうなぎってそのまま食べるとまずいなと思っても、皮を取ると美味しいことが本当にあるの。本当？本当。マービンゲー？うん、皮が美味しくないことがすごく多い、うん、じゃあまたね、ね、これ半分じゃ切って、うん、でこれはその後からさ、皮を剥ぐって簡単なの？割とあの蒸し焼きにした後は簡単に食べる。そんじゃそれをやってみよう。はい、おう、料理酒、うん、料理酒ね、たっぷりね、うん、たっぷりかけてこれを蒸し焼きにしていこうと思います。はい、はい、じゃあちょっとね、アルミ箔閉じられるように向きを変え、うん、はい、向き変えて、でじゃあね、はい、お酒をかけていきますよ。たっぷりね、結構たっぷり、相当たっぷり、相当たっぷり、もう、もう水浴び、水浴びしてる風、もうこれ水拳だね、水拳、ね、酔っ払っちゃうんだ、うなぎが。それでね、もう上にもたっぷりかかって、うん、こう下にもこう、あー、もうね、うん、もうたまるぐらい、もうたまるぐらい、ほいほいほい、それぐらいたっぷり使います。はい、はい、じゃあこれをね、閉じて、はい、さよなら、閉じて、はい、で、フライパンに置いたら、はい、蓋をして、中火で蒸し焼きしてみます。フライパンの火がそこに当たるぐらい、半分ぐらい当たるぐらいかな。中火ですよ、中火、中火、うん、火の先が当たるぐらいね。はい、待ちます。じゃあ今5分ぐらい経ったので一回ね、うん、様子を見てみようと思います。はい、すごいお酒の香りがふわーっと。覗いてみよう、覗いてみよう。どうしよう。あ、あー、いい感じ。見た目はいいね。この見た目はすげーいいよこれ。ねえ、いい感じね。めっちゃこれどうするのこの後。あ、ふわふわしてる。ふわふわしてる？うん。でね、問題は。そう、変わっちゃう。皮なんですよね。あのね、
うわ、熱いやん、うん、この皮はやっぱ絶対撤去。でも皮がね、大体ね、うん、美味しくないんですよ。なんかね、ブヨブヨして、はい、食感も悪いし、はい、あの油のまずい味がするから、はい、剥がします。今蒸したうなぎを、うん、裏返してみてね、うん、それで皮を取ってみようと思います。もう絶対、ああやっぱ分厚いね、うん、なんかさ、土壌みてえな皮だな、これな。そう、なんかこの皮がね、美味しくないんですよ。結構やっぱ厚い。ほら、剥がれるのこれ。うん、ほら、お、剥がれる、剥がしちゃう、剥がしちゃう、こんな厚いの。剥がそう、すげえ厚いなこれ、すーげえ分厚い、こんな分厚い、こんな皮、うん、食わなくていいよ。そう、これはね、ブヨブヨしてるの。ほらー、何、もうこれさ、剥がされて OK だ。それともう一回焼くの、これで。でも剥がして OK。 はい、こちら綺麗に2つとも皮を剥がしました。ね、身ぐるみ剥がされたんですね、うん、それじゃあこれで丼にしていきましょう。はい、タレをかけます。うまい、これすごい美味しい。国産とかねの方がやっぱうまいけど、この程度の手の加え方で、すごい美味しくなるってのは間違いないね。やっぱりね、皮はなくて正解でした、うん、あの皮、ブヨブヨの皮いらない、うん、もうちょっと、もう一口いくよ、もう一口。これうまいわ。あの皮があるとね、こうやって切れないし、うん、あの硬くなっちゃうの、冷えると特に、うん、何これ、全然美味しいじゃないこれ。皮はね、外すのが本当におすすめ、うん、美味しく食べたい人は、うん、880円。これでまだね、まだ半分残ってるよ、半身がね、うん、まあ確かに国産とは味は違うけど、うまさ、いや満足度は高い、すごい。これはあのっていう味じゃない、って味、全然あのすき家のうな丼の 2倍3倍うまい。大丈夫、やり方次第。